亀山鉄道部とは、三重県亀山市三幸町にあった、西日本旅客鉄道の鉄道部である。本校では、亀山機関区及び亀山運転区の歴史についても、記述する。ローカル線の活性化と、効率的な鉄道運営ができるように1990年6月1日から、鉄道部制度を導入し、関西本線の関山区間である、亀山駅かも駅間は、 亀山鉄道部が運営するように改められた。亀山駅構内にあり、近畿統括本部が管轄している。敷地面積は約2万6000平方メートル。所属組織の略号と亀山の電報略号である亀から構成されている。亀山鉄道部発足後は、近畿圏運行本部を表す、金と組み合わせた金亀で、 その後の組織改正により本社直轄を表す本亀となり、1993年6月に大阪支社が発足して大阪支社を表す大亀を経て、2010年12月1日の組織改正により近畿統括本部を表す金と組み合わせて金亀となった。キハ 120K2021 年4月1日、現在の配置車用はキハ 120K 機動車のみで、 0番台八両と三百番台六両の合計14両が配置されている。関西本線で運用されているが、2001年3月の改正までは奈良駅までの定期運用もあった。車両基地は亀山駅構内に設けられている。7日以内に行う仕業検査と90日以内に行う交番検査を実施する。重要部検査や全般検査は、 DD51 型に牽引され、網市総合車両所で行われる。日本国有鉄道時代は、天王寺鉄道管理局、亀山機関区として、蒸気機関車なども配置されていた。当時の略称は、天亀であった。蒸気機関車庫は現存するが、すでに線路は撤去され、中は何もない。このか亀山機関区時代の名残である。 転車台や給水等が使われていないものの現存する。転車台亀山駅鴨駅間のみを担当している。かつて運行されていた急行、春すでは亀山駅製の運転のほか、車掌業務も行い、奈良駅まで乗務していた。25パーミルの急勾配が連続する課題値に対応するために亀山機関庫として開設された。国鉄時代の最盛期には、客貨区 保線区、車掌区なども併設され、亀山駅に勤務する職員は1000人弱に上った。ありがとうございます。